は私ゆうこが移住1年目を振り返ります。キーワードは移住杯。皆さんこんにちは、ゆうこです。当チャンネルは長野県の観光、地方移住、軽井沢の生活についてお送りしています。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。私たちは2015年4月に東京都文京区から長野県軽井沢町に移住してきました。先日タイトさんが移住1年目を振り返るという動画を配信したんですけれども、今回は私から見た移住1年目を振り返りたいと思います。移住のきっかけが何だったか、2014年の10月くらいでしたかね、ある日夫が突然新幹線通勤をしたいっていう風に言い出したんです。本当にある日突然だったので、私は本当にびっくりして、でもそれがなんかもう驚きすぎてあまり言葉にならなかったんですよ。晴天の霹靂で。で、次に出た言葉が、絶対嫌だっていう、もう反対ですね。当時私から見ると、まあ夫も私もそれぞれ充実した生活を送っていたと思ってましたし、私はもともと長野県出身なんです。なので、大学からまあ東京に出て、東京でいろんな人と出会って、それからそこでいろいろな生活とか人生を展開していって、まあ、そういった築き上げたものを捨てるとまではいかないですけれども、一度そこから離れて、もう一度どこか知らない土地へ行って、こうゼロから作り上げていくっていうことをやるっていうのはかなり抵抗がありました。というのも、まあ、私自身はその東京に行くっていうところで一回移住っていう意味では経験していますし、その後も引っ越して別の場所に住むという体験はしていたので、移住とかその暮らす場所を変える大変さっていうのも身に染みていたので、本当にそれを言われた時はもう抵抗感がすごかったです、私の中で。じゃあ具体的にどこは移住したいところはあるの？っていうふうに聞いたんです。熱海決まってるんかいっていう。そこから毎日1日暮らしている中で、必ず1日に1回は熱海に移住したいって言われるんです。もうね、これはね、なかなか来ますよね。で、静岡県には残念ながら縁がなかったので、イメージがつかないというか、魚が美味しいのかなっていうぐらい、そういう知らない場所に移住するっていうこと自体があまりこう想像がつかなくてですね。で、そのまま、まあ日々が過ぎていったんですね。で、ある時、もともとタイトさんのイギリスの留学時代の友人で、もう私もその当時から知っている人なんですけれども、軽井沢に、まあ、縁があって移住した人がいたんですよ。移住してちょっと経ったぐらいの時かな、せっかくだから遊びに来てっていうことで、私たちも久々にね、彼に会いたかったので遊びに行ったんです。で、その時にタイトさんがもう感動しちゃったんですよ。わあ、ここってまるでイギリスみたいだし、ヨーロッパみたいっていう感想でした。長野県出身なので、軽井沢ってどういうイメージをじゃあ長野県の人が持ってるかっていうと、もうすごく寒いところ、極寒の地っていうイメージなんですよね。実際に行ってみると割と寒い、でも自然がすごく綺麗で、人も割と冬の時期だったのでいなくて、好き好きしていて、とても素敵なところだなというふうに素直に感じました。でですね、その旅行から帰った日から、もう毎日軽井沢に移住したいっていうのに変わったんですよ。熱海から軽井沢に移住したいっていうふうに変わりました。で、そこから半年ぐらいですかね、移住するしない問題っていうので、私はしたくない、で夫はしたいっていう、この揉める攻防戦がずっと半年ぐらい続いてですね。で、まあ、ずっとこのチャンネル見てくださってる方とかもご存知かもしれないですけども、まあ私もこんな感じだし、夫もあんな感じなので、結構ずっと攻防戦なんですよ。で、ある時夫が「軽井沢の不動産こういうところがあるんだけど、この家とか借りたらいいんじゃない?」っていう風に話した時があって、あ、もう全然私の話聞いてないなと。あ、もうこれは私に選択しかないんだなっていうふうに悟ったんですね。そこからまあ私も考えて、じゃあ2年間だけあなたにあげるから、軽井沢で住んでみましょう、でうまくいかなかったら東京に帰ってきましょうっていうことは、私の算段としては、まあ、2年で東京に帰るつもりだったんですよ。まあ、軽井沢だったら東京から近いから帰りやすい、まあ、2年で家借りるぐらいだったら傷も浅いかなと、まあ実質的に私が譲るというか、
折れるような形で、軽井沢に移住することが決まりました。で、2015年の4月に、新しい家を借りてですね、引っ越しました。とか新幹線通勤を済むので、新幹線通勤がしやすい駅の近くに家を借りました。で、4月から引っ越したわけなんですけども、そこからですね、もう怒涛のごとく、軽井沢の町内だとか、あとは長野県内ですね、もういろんなところをこう見て回ったりとかして、もう見るもの全てが新しいし、楽しいし、新鮮、まあ旅行者気分なんですよね。すごく長い旅行をしているような感覚で住んでました。とにかく刺激にあふれていて楽しいっていう感じですかね。で、その2015年の写真を振り返ってみると、海外国内問わずいろんなところに出かけてたので、計算してみるとそんなに軽井沢にいなかったんじゃないかなっていうのもちょっとあります。多分この、移住して今は6年目になるんですけれども、この6年で一番軽井沢にいなかったのが1年目じゃないかなっていうぐらい、いろんなところに出かけていて、今みたいにこう移住の情報とかも全然なかったので、もう何もわからないままとりあえず行きましたので、予想より寒さがきつかったり渋滞がひどかったり、旅行をすることで、軽井沢にあんまりいないことでですね、そういう現実からちょっと逃避してたのかなって今になってみれば思います。先ほどもお話ししたように、いろいろ感情の揺れはあったのは間違いないんです。正直東京に帰りたくなる日もありました。で、それも1日や2日じゃなくて結構な数そういう日がありました。でも総合的に見ると1年目は割と楽しくて、2年で東京に帰る頭だったんですけれども、もうちょっといてもいいかなっていうふうに思っていた1年目の年末でございました。ただね、その感想を持ってたのは、そもそも移住範囲になってたからっていうのがやっぱりあると思うんです。で、範囲になることの怖さって、本質は熱から冷めた時、我に返った時、じゃあ実際この新しい生活をどう自分の中で消化して受け入れるのかっていうこと、これが結構課題ですよね。ということで、軽井沢の生活2年目はどうなるんでしょうか。次回をお楽しみに。ご視聴いただきどうもありがとうございました。この動画がいいねと思ったら、ぜひ高評価をお願いいたします。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。